中川博史、中川博史、中川大志、1990年6月8日台は、横浜 DNA ベイスターズに所属する愛知県、豊橋市出身のプロ野球選手、内野手、外野手、右投げ右打ち。小学1年時に、新城ベアーズで野球を始めると、中学校への在学中には主に投手でプレー。中学校からの卒業を機に、当時ジップが、 公式野球部の監督、2歳上の実刑が部員として在籍していた桜ヶ丘高校へ進学した。桜ヶ丘高校の公式野球部では当初三流医師としてプレー。一年次から4番打者を任されると、ジップが監督を優待した後の一年冬から投手に転校した。投手としては最速時速 142km の速球を武器に AS としてチームを牽引。 打者としては在学中に対外試合で通算32本塁打を記録している。高校2年時には秋の愛知県大会準々決勝で愛好大名電と対戦。本塁打を放ちながら5対14というスコアで8回コールド負けを起死したが最終打席では相手バッテリーから敬遠策を講じられた。その一方で冬の日米高校野球では 小川康弘、成明高校や福谷孝二、横須賀高校などと共に、愛知県選抜チームへ参加した。高校3年の夏には、選手権記念東愛知大会の初戦で、福谷を擁する横須賀高校と対戦。9回を投げて14奪三振を記録する、完封勝利を収めたが、7月下旬の4回戦で9回裏に2点のリードを背負いながら、 さよなら負けを喫した。この試合後も練習を続けたが、実母の勧めと、高校からの許可の下で、知人が経営するコンビニエンスストアへ週に3日放課後にアルバイトとして勤務していた。2008年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから内野手として2巡目で指名。契約金6、0円、年俸600万円。 金額は推定という条件で入団した。野手の柱になる選手に育てたいという三村、年行チーム統括本部編成部長、当時の意向による指名で、入団当初の背番号は56、仮契約の直後には、前述したアルバイトの時給が730円だった、ことを明かした上で、契約金や年俸が自分の想像を超えた金額だったので、プロ、野球選手になったんだなと実感した。 今後も元気で野球に一生懸命取り組みたいとの抱負を述べた。2は春季キャンプを2軍でスタート。2軍で調整していたベテラン主力打者の山崎武史、中村のりから打撃の指導を受けた際に潜在能力やパワーを賞賛された。イースタンリーグの公式戦では主に三塁手として起用。4月30日の対読売ジャイアンツ、巨人戦では 満塁で迎えた打席で公式戦初本塁打を放った。公式戦全体では84試合に出場すると共にリーグの最終規定打席へ到達。しかし打率は規定打席到達者で最も低い。206で本塁打も2本にとどまった。さらに守備面でも3塁と1塁で合計30失策を記録した。2番。 イースタンリーグ公式戦で開幕から4番を任されるとチームトップの12本類が66打点をマーク。打力のある三塁手の中村治役むやの大輔が相次いで故障で戦線を離脱したシーズン終盤9月22日には札幌ドームの対北海道日本ハムファイターズ戦に6番三塁手としてスタメンで一軍公式戦へのデビューを果たすと6回表の 第3打席で、武田勝から初安打を放った。翌23日の対埼玉西武ライオンズ戦、西武ドームでは、3回表に枠井秀明からの2点的自打で、初打点を記録するなど、チームの勝利に貢献。パシフィックリーグ優勝へのマジック4でこの試合を迎えた西武は、結果として福岡ソフトバンクホークスに逆転優勝を許した。 中川自身は一軍公式戦7試合に出場したが、打率は111で2失策を記録した。その一方で、シーズンの終了後には、台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップに日本代表の1として出場した。2は、イースタンリーグ公式戦95試合に出場すると、63打点で打点王のタイトルを獲得。 しかし、一軍公式戦への出場は2試合にとどまった。一軍が、レギュラーシーズンの終盤まで、クライマックスシリーズ、CS への出場権を争っていたことや、フェニックスリーグの日程が、レギュラーシーズン終盤と重なっていたことによる。さらに、かねてから痛めていた右膝の状態が、シーズン終了後の周期キャンプ中に悪化。このため、 11月25日に支配下選手契約から育成選手契約へ移行した上で12月に右膝の手術を受けた移行後の背番号は1562は前年に手術を受けた右膝のリハビリを経て8月中旬のイースタンリーグ公式戦で実戦へ復帰した育成選手に関する NPB の規定で10月31日に 一旦自由契約選手として公示された。実際には、周期キャンプに参加。キャンプの終了後に、支配下登録選手へ復帰するとともに、背番号を56へ戻すことが発表された。2は、1月23日に2歳年上の女性との結婚を発表。公式戦の開幕後は、当時の二軍監督、大久保博士元の意向から、 レギュラーシーズンの大半を2軍で過ごした。イースタンリーグの公式戦では、本類打、王、15本類打、打点王、71打点のタイトルを獲得する。一方で、20失策を記録。1軍の公式戦には、8月に1試合に打席のみ出場しただけに、とどまった。チームの日本シリーズ初制覇によって進出した、アジアシリーズでは、長打力を買われて開催国。 台湾への遠征メンバーに抜擢。シーズンを通じて1軍で4番を打っていたアンドリュー・ジョーンズが日本シリーズの終了直後にアメリカへ帰国するなどのチーム事情から予選から準決勝で敗退するまでの全3試合に4番一塁手としてスタメンに起用された。2番イースタンリーグ公式戦で外野手としてもプレー。しかし打率238本塁打7。 打点36と前年を下回る成績で、一軍公式戦への出場は1試合1打席にとどまった。シーズン中の7月29日に第一子、長女が誕生。シーズン終了後の10月後半からは、2ヶ月間にわたって、オーストラリアンベースボールリーグに派遣されると、26試合の出場で打率。315、日本塁打、15打点という記録を残した。 2は、イースタンリーグ公式戦の開幕から高打率を記録。1軍の打線が総じて不振だったことも背景に、5月4日から1軍へ昇格した。同日の対日本ハム戦、札幌ドームで1軍公式戦5年振りの安打を放つと、2日後、5月6日の同カードでは5年振りの打点と1軍公式戦初の長打を2.2塁打で記録。 5月10日の対福岡ソフトバンクホークス戦、福岡や福岡。ドームでは、8回表の打席で、一軍公式戦の初本塁打を、ジェイソン・スタンリッチから放った。5月21日の対日本ハム戦から4番打者に、起用。5月31日の対巨人戦、いずれも、楽天コボスタジアム宮城では、一軍公式戦初のサヨナラ本塁打を放った、ことによって、 チーム9年振りの対巨人戦カード勝ち越し決定に貢献した。6月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場では、ナルセヨシヒサから自身初の2打席連続本塁打を放った。シーズン23では1軍公式戦で自己最高の記録を残したが、この試合を境に本塁打が出ず、62試合の出場で打率、235、 5本塁打にどまった。2は、8月31日に、シーズン初めての出場選手登録を果たすと、9月4日の対ソフトバンク戦で1軍公式戦で、初めての満塁本塁打を記録。次の試合であった9月6日の対西部戦、小ボスタ宮城では、決勝の敵自我を放って、梨田が正隆の1軍監督通算700勝達成に貢献した。は、 イースタンリーグ公式戦で9本類が50打点、打率282を記録。一軍公式戦にはレギュラーシーズンに23試合へ出場しただけでチームのレギュラーシーズン3位で迎えたクライマスシリーズへの出場機会はなかった。10月28日に球団から戦力外通告。中川自身は NPB た球団での現役続行を望んでいたが、 11月15日の12、球団合同トライアウト、松田スタジアムには参加なかった。2017年11月20日に、横浜 DNA ベイスターズへ入団することが発表された。右の代打陣の強化を見越した契約で、背番号は61、DNA にはこの年の NPB 育成ドラフト会議経由で同性の中川虎尾投げも入団したため、スコアボードや報道では、 中川大という略称を用いる。2は、春季キャンプから1軍へ帯同。オープン戦12試合に出場すると、打率267、1本塁打ながら超打率467を記録したことから、右の代打要因として開幕1軍入りを果たした。3月31日には、ヤクルトとの開幕カード第2戦、横浜スタジアム7回裏に、 代打で公式戦の遺跡後発安打をマーク。以降も、2軍での調整期間を挟みながら、主に代打やセパ交流戦、パリーグ主催試合の指名打者へ起用された。1軍公式戦全体では、47試合の出場で2本類が7打点を記録。通算打率は、228ながら、長打率は40、404にまで達した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。